服部利行調教師、離党、が病気のため、7月28日に死去したことが7月29日、分かった、65歳だった、日本調教師会関西本部が発表した、1958年6月12日、京都府出身、1984年に父、服部雅俊調教師の厩舎で馬屋勤務員となり、助手時代の1998年に調教師試験に合格し、翌年3月に開業した。2006年から交流 G1 の南部杯を3連覇するなどダート路線で活躍したブルーコンコルド、オス、父夫妻チコンコルド、などを管理した。7月28日現在で JRA 通算4501209勝、重賞は11勝、ネットの声、ブルーコンコルド号は私が初めて夢中になったダート馬でした。本当に美しい馬でした。服部利行厩舎は現在も稼働中。今週は出走馬が、いないが、今後所属馬は一時預かりという形で打たて馬や、か、確かに服部先生といえばブルーコンコルドの印象が深い。あまり追い込みのイメージがない好騎手とのコンビ相性がバッチリだったし、闘病中だったとは知らなかった。合唱、闘病中だったのですね。ブルーコンコルドの南部杯とか最近の未勝利交流とかにもよく出走させてるイメージでした。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。